ございます。本日はですね、サーブのプロネーション力が入らない、入りづらいっていう、飛んでかないんだよね、なので、そこの、ちょっと力の入れ方というかですね、どういう原理で飛んでるんだっていう説明していきますんで、よろしくお願いします。で、前にちょっとスライスで、スライスバックのスライスですね、飛ぶ原理っていうのをちょっと説明した時あるんですけど、テイクバックして、向こう打つとしてですね、テイクバックしてこっちに引くんですよ、こっち側に引いていくんですよ。で、すると必ず ここでね、こう引いちゃうともう体邪魔になっちゃうんで、もちろんね、こっちに来るわけですよね。ただスタートラインはここにあるんですね。なのでこっちに引くっていうつもりなんだけど、一回こういう風に手が出てくるんですね。これもう無意識です。こう出てきて、でラケット今こうですね、引くとパンとこう打つ方向に面が向いて、このラケットの向きの切り替わり、この切り返しがポーンって飛んでくるっていう原理なんですよ。だからそういった意味で前に押しちゃうとあんま良くないですよ。ちょっとね、前に押してる風でも切り替わってる状態が作れれば、それはOK ですので、なのでこの切り返しの状態が飛ぶ、大きなパワーの源になってますよ。で、サーブなんですけど、サーブをですね、こういう要素でね、飛ばせるといいですね。で、こうやって動かして飛ばしてるわけじゃないんですよね。ここら辺から回ってきてこう来てるんですけど、ここから頭の後ろ通します。で、通した時に意識がね、このぐらいで十分で、こっちまでね、持ってこなくていいんですよ。で、すると余韻でここら辺で終わりのつもりなんですけど、余韻でね、こう入ってくるんですね。これね、ここは無意識な方がいいですね。ここら辺で終わってるぐらいなつもりで、ね、つもりで、で、ただこっち来るわけですね。した時に腕、今ここら辺にありますよね。腕がね、ここら辺にあるわけじゃないですね。ここにあるわけですね。で、打点どこだって言ったら、打点後はって言ったらプロネーションですよって言って、こう入るわけです。ここからここまで動いてるわけですね。なのでラケットが後ろにある状態から手をパンとこっち持ってきてあげると、どうなった、こうか、お面が切り替わるんですね。で、そこにプラス手を動かせば切り替わるんですけど、こうラケット面がざっくり分かりやすく言うと、こういうふうに切り替わるわけですね。で、そこにプラスアルファでちょっと力を加えてあげましょうねって、こう加えてあげましょうねっていうのが、プロネーションなので、プロネーションで力が入らない、飛んでかないっていう方はですね、この切り返しの動作がちょっと多分あんまうまくいってないんだろうな。なので、この切り返しの動作じゃなくて、腕でこうやって動かす方向で行っちゃってるんだろうなっていうふうにちょっと思いますので。で、そうなるとですね、この切り返しでラケット持ってきますので、切り返しの勢いに乗ってちょっとこうするぐらいですよね。なのでこれでね、頭の上で打つと、もう自然とね、スピンになる。で、ちょっと横にずれるとスライスになる。というわけでですね、うまく
パンってこう、なんて こっちに持っていくのに、持ってからこういう動きをするっていう、まあ感覚をプラスでちょっと加えてあげると、まあまあプロネーションもやりやすいかなと思う。力入れるタイミングがね分かってくるので、力入れるタイミングと入れ方、グッとここで入れるんだっていうのがね分かってきます。この一瞬だけですよ。ここら辺からグーンって動かすんじゃなくて、ガンって動かす。なので力んじゃうなとかっていう方もですね、大体動作がでかいので、動作でかくしてここら辺からグーンとかっていう意識を持っちゃうと、やっぱり力んでる感出てきますので、力入れる場所が分かってくるとその他の部分は入れなくてもいいんだなっていうね、そういう風になってきますので、まあそれがまあ脱力というかですね、まあ脱力ってあれじゃないんですけど、まあ程よい力加減につながるかなと思います。なのでそのあたり意識しながらぜひね試してみてください。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。